も皆さんこんにちは、イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。ですね、先週末からいきなり高熱が出まして、40度近く出ましてね、もう3日ぐらい寝たっきりで、4日か、いや5日かぐらい寝たきりでですね、やっと今日久々に歩いた感じがします。まだ全然本調子じゃないんですけども、いやコロナではなかったんですけど、まあね、なんでしょうね、もうなんかいろんなとこからね、年いってくるといろんなとこから細菌が入ってきますわ、本当に。まあ、ちょっと久しぶりすぎて何をどう喋ったらいいか忘れてしまってますけど、何をやったかな。あ、引き物ん駄菓子屋引き物系第51弾はこちらの大の大冒険マグネットステッカーを開封したいと思います。3日ぶりぐらいですかね。ちょっとね、まだ頭がぼーっとしてるんで喋ることがあんまり出てきませんが、早速1枚目からいきましょうか。何回もしんどるやつ。はい、何でしょう、4000と書いてますけども、この4000っていうのがパワーみたいな感じでしょうか。はっ、おじいちゃん鬼面同士かな、おじいちゃんは1600。はっ、お大ね、6000。お、さっきより上がってますね。はっ、おアバンスラッシュ打つとこ8000。はっ、台ばっかやん。8800。どういう基準やこれ。どこにタイトル持ってきてんねこれ。はっ、あ、アバン先生が亡くなったとこが5000。はっ、よいしょ。はっ、お、クロコダイル1400。嘘でしょ、おじいちゃんより弱いやん。はっ、2000。はっ、お、1900。嘘やろこれ、名前が出てこん。シュメルツァ、違うな、体調崩してからちょっと記憶がいっつもやけど、記憶があかんのは。はい、よいしょ。はい、2000。こいつな、死の軍団なはずや、死の軍団かなんか。はっ、お、おじいちゃん。はっ、おじいちゃんもいいなー。はっ、お、4000。まあもう、まあ出てこないね、名前が。アバン先生の弟子なのは分かってね、一番初めの。はっ、お、ゴメちゃん。ゴメちゃん7000もありゃん、すごいな、ゴメちゃん。よっ、ん、大か、大がポップが出てきへんの、なんでやん。はっ、お、どっちや。おー、これはそういえばあったね、こんなキラキラ、昔びっくりマンであったんじゃないかな、なんかこんなキラキラ、このディスコ系のこいつね、八大将軍的なやつのおじいちゃん。はっ、9000。はっ、1700。ごめちゃん。はっ、あ、またまた一緒かー。ちっちゃいおっさんや、ちっちゃいおっさん。意外に9万もある、9万。はっ、ごめっちゃん。はっ、よいしょ。はっ、よいしょ。はっ、1500。はっ、あら、はい、あーれー、はい、あーれー、はっ、あー、強いな、おじいちゃん。はっ、よいしょー。はっ、あー、一枚。いや、ポップとマームが出えへんとかあるの。はっ、大だらけ、大の大だらけやないかこれ。うわ、すごいな、もう大大二つやこれやし、ねえ、もう表紙これやけど、え、出るやろ、ポップ、ほぼほぼポップやで、最後主役っていうか勇者は結構ポップなんやで。病み上がり駄菓子屋引き物第51弾は大の大冒険マグネットステッカー、本当に大の大の大の大祭りでしたね、ということでした。まだちょっとしんどいですけど、頑張って明日からまた上げていこうかなと思います。それでは皆さん、さよならー。